原告となる住民や弁護団が出席しました。岩国爆音訴訟は2009年3月、654人が国を相手取って起こしました。一時訴訟では過去の騒音被害に対して国に賠償を命じましたが、空母艦載機移転で受ける将来分への賠償は認めませんでした。また二審では一部地域の住民について沖合移設で騒音が減ったとして賠償の対象から外されました。しかし空母艦載機の移転などで飛行回数や騒音は確実に増えているとしています。原告は434人で、改めて国に損害賠償や午後7時から翌日午前7時まで飛行差し止めを求めることなどを確認しました。うるささ指数はおとなしくなっているはずだようになるけど、逆に倍以上にうるさくなっている、こちらは当たり前のことを要求しているだけです。原告団は今月26日に地裁岩国支部に提訴することにしています。